今回ですね、質問ではないですね。まさかの報告ですね。ドリア化成ではないですし、アドバンス性ではないけども、まあ以前ですね、月収100万円ボックス買っていただいた方から、あの、おたやせんホームからいただきましたね。はい。ちょっと読み上げましょう。お世話になります。しばらく空いていましたが、報告します。YouTube を始めて1年半経ちました。お疲れ様です。 登録者は470名で、LINE アートは登録者70名ほどです。素晴らしい。来ましたね。70名ってすごいですね。集めましたね。はい、先日、吉谷さんと同じ390円の商品をつける6名に販売しました。このゴールデンウィーク期間中は5000円での集中レッスンにて2名受講いただいております。商品を販売してみて2点気づきがありました。会社の商品ではないため、もちろん、 全責任が自分にあり、クレームも全て自分に来るので、プレッシャーの質が全然違いました。これはね、やってみないと分かんないですからね。<laughs> そうなんですよ。自己責任で生きるっていうのはね、重いですからね。<laughs> まあでもこれはあの自分のせい、逆に言うとですよ。逆に言うと、今まで甘い人生送っ,てた送ってたなっていうのがやれば分かると思います。これが一人で稼ぐってことですからね。 やっぱ会社で働いていると、会社が作った商品、会社が作った信用、会社が用意してくれた名刺ね。<laughs> 会社が作ってくれた研修とかね。上司がタダで教えてくれるとかね。<laughs> そう。まあ考えて、まあ会社で悩み事、悩んでる、考えてる、いろいろあると思うんですけど、自分で稼ぐっていうのはもっと上の質が高いフレーズなので、だからやっぱここでね、みんなね、頭がね、燃えちゃうんですよね。 そう今までやっぱね考えてないしやったことないのでうんはいしかしその分嬉しい感想やお客さんの笑顔も全て自分だけに向けられるためやりがいがめちゃめちゃありますそうなんですよねそうなんですよ100%自分ですからね <laughs> うん動画本数は500本です1万まではまだ程遠いですやってみて吉谷さんの凄さを感じました まだまだ少ないですが、諦めて成功するまでやりますと。素晴らしいですね。これなかなかね、前もなんかね、ちょい、ちょっとね、久しぶりだと思うんですけど、なんか前にもなんかメッセージもらったと思うんですけど、まだ続けてたんですね。結構ね、折れる人多いので、うん。まあ、今度ね、あれですよ。今度、あのー、6日か、またあのー、音声対談入れてるんですけど、 はい。まあ、藤さんっていう人なんですけど、999円の商品を買ってね、まあ、カメラ転売ですけど、あの、ず、999円の商品で人生を変えたっていう人なんですけど、<laughs> ま、ずっと続けてます。メルカリの評価も、600だったかなこの前、500だったかな行って、もう毎月10万ぐらい上げてるんですけど、まあ、あの、その商品を買って、ちょうど、 3年になるのかな今,今年のゴー,ルン今ゴールデンウィーク中みたいですね。僕関係ないですけど。で、丸3年になるので、なんか、あの、音声対談通りましょうみたいな話なんですけど。うん。P.S. 弱者の流儀を毎日聞いています。ありがとうございます。ハングリー精神忘れず、プラウド、誇りを大切にします。弱者の流儀毎日聞いてますかこれ前、弱者の流儀ちょっと売ろうかなこれ結構ね、好評だったんですよね。弱者の流儀。 これちょっと単発で売ろうかな。いや、毎日聞いてるでしょ <laughs> いや、あれはね、毎日聞いてほしいですね、でも。うーん。いや、でも、逆に言うと、毎日聞いてるから、できてる部分もあると思いますけどね。大体、ノウハウコレクターの人って、毎日聞かないですから、同じものを。これね、僕もそうなんですけど、同じものを毎日聞く。だから、僕、例えば、 嫌われる勇気、アドラーの心理学っていう、その、ま、音、まああ、あの本あるじゃないですか。100万部、もう200万部売れたのかなあれの音声のブックがあるんですよ。もうそれね、多分ね、2年ぐらい聞いてますね。2年ぐらい。今、iPhone に嫌われる勇気しか入ってないんですよ。で、それを2年ぐらい聞いてます。ずっと。ずっと聞いてる。未だに聞いて、もう、もう飽きてき、さすがに2年聞いてくと飽きるんですけど、人って忘れるんで、 逆に言うと、同じこと聞いてるんだけど、その受信の仕方が変わるんですよ。その日によったりとか、その、その日の、まあ、あと自分のステージの変更によって、その受信できるものが変わってくるので、だから、大切なのは、同じものを聞いたとしても、受け取り方が変化するっていう、だからなんだろうな、これちょっと名言出しますよ。名言出すんですけど、ほとんどの人は、 新しい知識新しい情報を聞いてなんか知ったぞみたいな話なんですよだから新しいノウハウあ勉強したなとか新しい概念が入ってきたわなんですよじゃこれってね実は同じものを聞いて同じものを聞くんだけどもそっから取れる価値だったりとかそれから取れる情報のなんだろうな因数分解というかその裏側の部分だったりとかその 受け取りを変化させるだから要はほとんどの人は外的な情報を変えてるんですよ。じゃなくて内的な部分を変えていくってことですね。ちょっとこれ理解できるか分かんないですけど、ほとんどの人は外的なもの、例えばまあ本を読んだりとかね、まあ僕も本を読むんですけど、あの新しい情報を追って、そして なんかその取り入れた感をいやってるんですけどじゃなくて同じものからどれだけだ例えばまあオレンジジュースみたいなもんですねオレンジジュース100%で抜けるのかそれとも5%なのかみたいなね <laughs> 5%果汁なのか100%果汁で抜くのかっていうでも100%で絶対抜けないですよだって1回聞いただけで100%抜けます 天才ですかって話じゃないですかじゃあネイティブの英語もね一回聞いてネイティブで話せますなわけないっすよ。日本語って世界でも言語ってる気に多分トップ何歩ぐらいで難しいんですよ。例えば大丈夫ですとか僕よく使うんですけどえ何が大丈夫なんですかみたいな。なんか日本語って曖昧にぼかしてるじゃないですか。だから英語ってもうあれなんですよ。あのもう区切っててはっきりしてるじゃないですか。イエスノーとかね。 なんかどちらでもいいですってあんまなくないですか英語って。イエスかノーですよね。なんか、なんか日本語って曖昧じゃないですか。だから難しいんですよね。発音によっても、どっちみたいな。<laughs> あるじゃないですか。だから日本語超難しいんだけど、その超難しい日本語はあうの呼吸まであるわけですからね。アウンの呼吸っていう言葉も日本にはあるわけですよ。なんやねんそれみたいな。もうテレパシーやん日本人みたいな話ですよ。だけど、それを僕たちはマスターしてるわけですよ。 でもそれも結局あのー、何回も聞いてね何回も何回もずっと聞きまくって覚えてってるわけですよねうんだから1回聞いただけで覚えられるわけなくてだからまあ同じものをいいなと思ったこれいいなと思ったものをもう何百回でも何千回でも聞いてすり込んでなおかつすりすり込む,り込むプラスアルファそこから違うものを抜き取れるっていう自分のステージを上げていくってことですよね だから僕も、まあ、マーケティングの本ですよね。例えば、まあ、よく紹介するんですけど、ハイパーマーケティングとかね、これ10年前ぐらいかな、もう15年前。クラッシュマーケティングとかね、その J、まあ、世界一のね、マーケッター J がね、顧客と恋に落ちろみたいに書いてあるわけですよ。共感とは何ぞやと。顧客と恋に落ちろみたいな。いや、その一番最初僕がね、十何年前は、全く入ってこないですよね。<laughs> 何やね恋に落ちるみたいな。どういうことみたいな。 恋愛、恋愛ですかみたいな <laughs>。でも今は概念がわかるんですよ。15年経ってね。顧客と恋に落ちる。その概念がわかるわけですよ。だけど書いてある情報は変わってないですよ。15年前から。これすごないですかうん。ん。例えば、今、絵本を読んだら、多分受け取り方全然ちゃうと思うんですよね。でもちっちゃい頃、絵本を読んだら目をキラキラさせてワクワクして、 受け取れてたんですよねだからこれは面白いことでステージが上がると受け取れなくなるものも出てくるんですよこれも厄介でだから昔はワクワクしてね例えばお母さんが絵本読んでくれたらねお母さん本読んでみたいなワクワクして情報を取ってたんですよでも今大人になって絵本を読んで目をキラキラさせてね本こう読,み読みたいですかでも本に書かれてる情報は変わってないですよね面白くないですかこれこれが人間の七不思議です <laughs> 人間の七不思議なんですよ、うん、だからね僕吉田松陰の言葉が非常に好きなんですけど人はなぜ学ぶのかっていう問いがあるんですねで人はなぜ学ぶのかとでその思いやりとか優しさっていうのはあのなんだ学ぶものではなく思い出すものみたいなねだ人を忘れていくとだからそれを思い出すために学ばなければいけないっていう問いがあるんですよ。 痺れましたねこれはその道徳だったりとかなんだその思いやりとかそのなんだそういうのっていうのは本来持ってたとだけどそれをどんどん成長する過程で忘れてるから忘れてっちゃうから学んでいかないといけないと忘れないだから得るために学ぶんじゃなくて忘れないために学ぶみたいなこれもフレーズ高くないですか,だから僕も何度も同じことを聞くのも忘れないためなんですよねうーん これはね、非常にね、ちょっとレベルの高いお話ですけど、大事ですよ。でも多くの人は本当そうですから、外的、そこ,そこもね、否定してるわけじゃないですよ。大事ですよ。僕も、最近だとこのね、あ、大いなる普遍、変わらない法則みたいなね。変わらない法則好きっすね。大いなる普遍の法則っていうね、変えましたけど、魂がなんちゃら、みたいなね。大いなる普遍の法則です。変わらない法則。 変わる法則より変わらない法則の方が興味深くないですか ?100 年前から200年前から300年前から変わらないものってすごないですかで、この、さっきね、今ちょっと限定で公開しますけど、ちょっと個別動画撮ったんですけど、あの、100年、200年、300年前から変わらないね、商いの言葉があるんですよ。まあ僕たちビジネスやっていくわけじゃないですか。 でもこれね、200年前から300年前からね、変わらないあるマーケティング用語があるんですよ。どうすか ?DRM とかじゃないですよ。<laughs> 多分 300, 万300年前 DRM とかなかったでしょうね。でも300年前にもずっと使われてて、今も使われてる言葉があるんですよ。ビジネスをやってくれて。なんだと思いますね最新の SNS SN マーケティングとかじゃないですよ。な <laughs> んだと思いますはい。いらっしゃいませ。ありがとうございましたですよね。 変わらなくないですか変わらないんですよ。多分300年前の商いやってた人もいらっしゃいませ言ってたと思いますよ。どうですかまあちょっとアメリカと日本ちょっと違う部分あるんだわかんないですけど、日本は多分いらっしゃいませ言ってた。江戸時代もいらっしゃいませ言ってたんじゃちゃいますの。うん、もしくはまあ挨拶はしてたでしょうね。うん。今も言ってません だから、どれだけ挨拶が大事なのかって話ですよね。300年前から続いてるわけですよ。わかんない。もっと前から続いてるかもしれないですけど、普遍ですよね。で、なんでそれが変わらないのかっていうと、人間の心理が変わってないからですよね。どう言われたら、どう気持ちいいのかと。あと、僕が好きな言葉があるんですけど、昔、そのヘリコプターでそばに食いに行くみたいな、結構その、大成功した社長が結構取り上げられた、かなり昔だけどね。 あの定方社長っていうね、今何やってるか分かんないですけど、その、熱海とかにもいろんな、その、今どうなってんですかね、コロナで。なんか熱海とかにすげえいろんな飲食店とか、いろんなので成功して、定方社長、成り上がりみたいなね。結構好きだったんですけど、で、その定方社長が、その従業員の研修、なんか、かなり昔に YouTube でなんかアップロードされてたんですけど、6、7年前見たかな。で、その時に、僕、衝撃だったんですけど、 なんかその研修のね、動画だったんですけど、お前らいいかと。あのー、バックゴミ、バックゴシ、バックゴシの、バックゴシのミラーの1秒が大事やねんと。バックゴシのミラー1秒で、あのー、商売は決まると。なんかかっこよくないですか痺れますよね。まあ、どういうことかっていうと、お客さんが、あのー、 車で例えば旅館あるじゃないですか。で、お,くるお,車,でお,お車ですみたいな感じを。まあ、多分そぶん、貞和さんやってると高級系なんで、お車つけましたみたいなで。で、で、お客さんが自分の車乗ってね、行くじゃないですか。帰るじゃないですか。で、ありがとうございましたじゃないですか。で、その時に、こう、車が流れて、旅館をピッと1秒バックミラーを見るわけですよね。で、その時に、 深々とね、45度でね、お辞儀をしているかどうか。これで次来るか来ないか決まんねん、みたいなね。もう僕はね、その話聞いた時に、ね、かっけーなと思いましたけどね。<laughs> バック越しミラーの1秒やと。ここで決まると。<laughs> だからなんかその当時、そのお辞儀とか、本当に基本的なことなんですけど、めちゃめちゃ教育してたみたいな、なんかそういうのをなんかやってたんですよ。すげえなと。 だけど、変わん、なんか当たり前のことじゃないですか。何の最新のマーケティング方法でもなければ、もう古典すぎるやろ、みたいなね。そんなんで売り上げ上がるんですか、吉谷さん、みたいな話じゃないですか。でも、それが大事ってことですね。だから僕も、ワンツー動画もずっとやるし、だ僕のビジネスの基盤はそこなんで、一人、ゴルゴ13みたいな感じで、ピンポイントで売っていくっていうね。 だから、ワンツー動画しっかり撮って関係性を構築するっていうことですね。うん。だから、それをずっと多分、僕はね、多分ブレないですね、これね。まあ、事故が起こってですよ。なんか、そのチャンネル登録者数が100万人になりまして、あの、お問い合わせなんか、めちゃ一日1万件来るとかね。まあ、そうしたらできないですけど、一日1万本の個別動画はできないんで。 無理ですけど。まあ、できる限りはずっと続けますよ。まあ多分ね、その事故はないと思うんで、僕の運用、僕の YouTube チャンネルの運用方法だったら、そういう事故はないっていうかその、そういう事故がないように運営してるので、多分まあこんな感じで、あのかけでこっそりと飽きないをするっていうねそうだけ。だけど動画本数は多いっていうね。 まあ、あとはまあ売り上げ作りたいんだったら、あと単価ですね。多分ここマインドブロックあると思うんで、まだ。うん。今、商品はしっかりこう、売ってみた、あ、買ってくれたっていう、この関係、あの、体験はもうし,し,してるわけじゃないですか。あとはバックエンド売れるか売れないかですよ。あと、ここのマインドブロックですね。だから、今、その、お客さんのその責任とかね、そ、そこをプレッシャーも感じてるってとこじゃないですか。だからそこが、 もうワンフレームツーフレームが触れて、じゃないとバックエンド多分売れないと思うねこんな高い値段を売っても大丈夫かなみたいになるの、ね、で。そこはもう突破しないと売り上げは上げられないです。大きく。結局その、僕もフロント商品売りますけど、バックエンド売ら,売売らないと売り上げ取れないので。だ先月僕300万ぐらい行きましたけど、それはバックエンド売ったからですよ。単価の高いもの。うん。 まあ具体的に20万円ぐらいで売ったんですけど、それ10人ぐらい買ってくれてるんですね。で、それだけでもその200万ぐらいじゃないですか。ですよね。で、あとは他の商品とかね、あのー、売ってますから。うん。だからやっぱ単価が高いものをしっかりと、まあ、特にその数がね、まあ70人今集まってるっていうのはすごいことだと思いますけど、まあ熟成さんで LINE アット40リスト、40名で300万っていうね、結果を出した人もいます。 でもそれは30万の商品を10人に売っただけです。だ僕もさっきね、20万の商品を10人に売って200万って言いましたね。だからその熟成さんもラインアット40人だったけど、単純に30万の商品セールスして10人買ってくれて300万みたいな。これは単価を上げるっていうことをしないといけないですし、このするっていうのは結局自分のマインドブロックかなっていうところですね。怖いっていうただでもこれやらないといつまで経っても慣れないので。 僕だからもうなんかフレームがないんですよね。今だワンツーコンサートが僕300万なんで。で、今年年内に僕ね、一人ね、もうゴルゴ13でピンポイントで決めてるんで、売る相手をね。絶対買わせますからね。もう絶対入金させるから。っていうぐらいもうピンポイントなんですよ。もう300万絶対入金させるみたいな。もはや。完全ピンポイントですね。そう。まあ、それ300、300万入金があったら今度、そう300万を払った人と、なんだろうな。 ななんんかかかジョイントかなんかします <laughs> で結局その300万俺に払ったけど結局売上計上するからねなんかあれなんか300万回収しちゃったなみたいな <laughs> っていうオファーをするとかねなかいろいろもあるので300万売れますねまあしかももう価値も分かってるんで僕の、うん、なんでまあ今年の夏ぐらいですかね300万売りますでこの300万売ったら今度僕600万にするんでコンサル で、600万売ったら今度1000万です。で、1000万はゴールですね。1000万売ったらね、で、なんで1000万かっていうと、僕が知っている、あの、中で1000万を売ってた人がいるんですよ。で、しかもその1000万を買っ、僕が一緒にね、まあ心塾っていうのやってたんですけど、その森くんっていう子がね、1000万買ってんですよ。マジでみたいな。1000万お前買ったのみたいな。お、入りましたみたいな。マジかみたいな。マジかみたいな。1000万、 売れんだな、みたいな。<laughs> やばないですか。1000万。だから、6、7人入ったって,ってましたね。6人かな。その1000万のそのコミュニティみたいな。だそれで6000万ですよ。<laughs> マジでみたいな。<laughs> すごいな。どんなメンバーって聞いたら、まあまあ知ってるメンバーでしたね。え、あの人も入ったんだみたいな。<laughs> 結構もう知ってるお人がいてましたけど。はい。だから僕は1000万ですね。実際に。 1000万、株人も目の前に見たし、聞いたし、知ってるし、なんか、聞いたら。で、売ってる人も知ってるし。なんで僕は1000万ですね。で、1000万売ったら、まあ、超上級かなと思いますけどね。まあ、6人には売れないですけどさ、どうすかね。6、7人だって、10人売ったらそれで1億ですからね。すごいないですか、もう。終了ですよね、なんかもう1億。 うんだから結局その単価を上げていくっていうのは自分への挑戦でもあるわけですよ。自分のプレッシャーだったりとかあのもう責任じゃそれだけもらってもどうのこうのっていう単価が上がれば上がるほどプレッシャーが強くなるわけじゃないですか。ということは自分への挑戦でもあり自分へのあ自分の成長の一歩でもあるわけですよね。だから単価が安いとやっぱねどうしても自分もまあいいかなみたいな部分あるじゃないですか。どうすか でもこれが10万、20万、30万になってくると、ドリームアカデミアもどんどん値上げしてるわけですけど、やっぱ120万、今120万なわけですよ。だから、まあ、22年やるって言ってきましたけど、それがやっぱりも、も、なんかもう、確約というかね、自分の中では、いや120万もらうから、もう一生面倒見るぞぐらいの気持ちになるわけですよ。ね。うん。でもこれがね、安かったら、ね。そういう気持ちにはやっぱなり得ないだろうし。 単価はどん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 上げていった方がいいです。僕もコンサルは最初50万スタートだったんで、50万、100万、100、50万、100万、180万、今300万ですね。うん。どん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 上げていって、ドリアカもどん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 上げてますけど、上げていかないとダメです。で、あとはなんで上げないといけないのかっていうと、一人で僕は稼ぐっていうことを提唱してるので、単価上げないときつなるんですよ。 だから売り上げを変えずに自分の時間を増やすためには単価上げるしかないので、これは。もう間違いなく。でも、これ単価安くて大量に売ったら自分がもう追われて自分の時間なくなっちゃいますからね。うん。だからその、例えばニコ生課金で500円とか600円で DAIGO さんとかね、ニコ生で多分13、4万人ぐらいいんのかな。もうそれで6千万、7千万、8千万じゃないですか。500円課金でも。 でもそれは一人では無理ですよね。その運営は。まあ間違いなく会社でやってて、まあ僕も一応会社あるんですけど、そのチームいますよね。スタッフが。スタッフい,い,いないで10万人なんだかも,も管理できないですよ。さすがに。まあそのね、ニコ生のシステムを使ったとしてもですよ。そんだけの数は無理ですよ。一人じゃ。たった一人じゃ。僕はたった一人で稼ぐっていうことをあの念頭に置いてますので。たった一人で。 誰も雇わない。誰もバイトもや、バイトもすらいい外注もしない。もう己一人で、己一人のスキル、パソコンのみ。これだけで自由を手に入れるっていうのだったら、間違いなく単価上げないとダメですね。うん、で、で、で、ここで大事なマインドセットとしては、いや、単価が高いんだったら、いや、安いとこ行きます。どうぞなんですよ。 いや別にその教えてくれる人ってたくさんいるわけですから別に僕以外えなんだ選べばいいじゃないですか安いとこ行けいじゃあ大悟さんの500円でいいですよみたいな500円ですよみたいなあのキングコング西野さんオンラインサロン1000円ですよみたいな話じゃないですかじゃあそこ行けばいいんですよそこ行けばいいんですでそこと勝負するってことですよねわかります あの120万払ってでもドリアか入りたいって思わせる努力を、企業努力をするってことです。いや、キングコング西野さんじゃない。吉谷さんから習いたいんです。っていうふうにするのが、企業努力です。それが。でも実際、それもね、今年の、あ、今年の夏か。じゃあ、すいません、10月1日か。この前お問い合わせいただいたんですけど、今大学生ですね。大学生。で、その子は結構高額商品も今売ってるんですよ。前60万売りましたみたいなね。 なんか報告もらったんですけども、なんか10月1日僕の誕生日なんで、この前なんか連絡来てね、あの10月1日にドリアカもう入りますみたいな。で、この前来たのが、なんだ、なんかドリームアカデミア入学まであと155日みたいに来ましたからね。<laughs> そう。たもうこの子はもう、あの、確実に多分入ると思います。まあ期待はしてないですけど、多分まあ入るでしょうね。まあ昔からずっと言ってたんで。うん。だから、 あのキングコング西野さんの月額1000円じゃないんですよ。僕なんですよ。で、それはなんで僕を選んだのかっていうと、まあ僕にはわからないですけど、なんだ、やるべきことを僕はただやってたっていう話ですうん。でも同じ土俵で勝負してるんですよ。ね。まあ YouTube 使うとかね。まあ同じようなものを使ってるだけじゃないですか。うんなんまあそれがまあ企業努力かなっていうところですね。 自分を選んでもらうためにやるってことですよ。うん。はい。こんな感じですかね。まあ、ちょっとお問い合わせではなかったですけど、続けてるようで何よりです。うん。なんこれはね、結構ね、やっぱ根性ありますね。ずっと一年、これ一年半でしょう。まあ、普通はなかなかできないですよ。 うん、僕もいろんな人を見てますけど、1年半ちゃんと教えたことだって01だったじゃないですか。多分すみません、一番最初報告もらったのはも,もう忘れましたけど、うーん、多分、た、だそうだ。そうですね、た、多分当時は LINE ですよね。多分 LINE アット、赤晩食らいましたけど、多分 LINE の方でちょいちょいもらってたと思うんですよ。ね。ですよね。多分もう LINE アット僕やらないので。 でも良かったですねこれ70名集めたっていうのは素晴らしいですねまあだいたいこの集客でみんな挫折するのででやっぱその情報ビジネスに関してはねみんなそのなんだ実績がないからこんな実績がない僕が発信何すんのかっていうとこじゃないですかだからそういう悩みも最初あなんか質問なんかもらったような気がするような気がするんですけどうーん。 いや、ここまで行ったっていうのはもう、あとはもう単価ですね。そのマインドブロック外れ、外させることができるかどうかっていうところだと思いますけど。はい。まあ弱者の流儀毎日聞いてるようで、よかったです。これ売ろうかなどうしようかな、うん、売りますか今ゴールデンウィークスすもんね。もうゴールデンウィークキャンペーンやってないしな。 なんか一応あの、賄賂っていう再生ちょっと作ってそれやろうかなと思ったんですけどどうしようかな。やります。ちょっとパパッと作ってもうノン告知で動画ノン告知で裏メルマがでなんかちょっとやってみようかなうん動画を撮らない裏メルマ限定であのすぐ使うっていうねお客さんの声すぐ使うっていうねもうこれ,これ,もうこれ使わせてもらいますから。 これ使わせてもらって、ま、こんなんだあったんで、あの、緊急で出しますみたいな <laughs>。ま、せっか男ですね。せっかい男ですけど。いや、すぐやる。すぐ使うっていう。すぐ、すぐ使うっていうね。そう。使わせてもらいます。ま、これぐらいのスピード感覚ですから、僕。これちょっとやります。ま、あだから5月3日ぐらいちょっと待って、ゴールデンウィークって一般的にいつまでなんですかね。ちょっと調べていいですか <laughs>。ちょっと僕、わかんないんですよね。ゴールデンウィークっていつまでだ あ、検索されてますね。ゴールデンウィークいつまでっていう <laughs>。あ、5月5日か。5月5日までゴールデンウィークらしいですね。なるほどね。うーん。じゃあ明日予定入ってんすよね。1日。4日か。まあ C56 でいいっすか。C56 あたりにしようかな。じゃあ、ゴールデンウィークキャンペーン。ちょっと恨める間限定であります。こっそりと。この毎日。 弱者の流儀でもこれね良かったと思うんですよ他にもね何人か弱者の流儀めっちゃ良かったですっていうのをずっと聞いてますっていう人まあいたんでうんそうあと何やったかなあとね流儀なんか作ったような気がするんですよね流儀って2本ぐらい作った弱者あ弱者の流儀とクズの流儀だ クズ,クズの流儀と弱者の流儀、この二つ、日本行こう。こ流儀ね。多分、この流儀は二つ作ったんですよね。クズと弱者。もうクズと弱者を聞いとけば、もういいんじゃねえかなっていう。クズと弱者。あ、これ以降、二本立てで。二本立てで行きましょう。二本、ちょっとセールスしようかな。あ、でもな、二本じゃなくて、一本っすね。 弱者の流儀でいきましょう。あまあ、このお客さんの声が弱者の流儀ですから。はい、これを999円ぐらいですかうん、はい。ちょっと売ってみます。ゴールデンウィーク5 g v まあいいや。ちょっと考えますけど。とりあえずやります。<laughs> やりましょう。はい。ということで、またご連絡お待ちしております。